もしもし、ちゃんです。お元気ですか？おかげさまで元気です。ちゃんさんは？はい、私も元気です。アムリタさんの街について教えてください。わかりました。歌で紹介します。これは私たちの街。これは私たちの街。誰が歌いますか？誰が歌いますか？バレディアル。誰を説明しますか？誰を説明しますか？ラマヌジャム。日本語の挨拶はこんにちは、こんにちは。日本語の挨拶はこんにちは、こんにちは。タミルの挨拶はワナカム、ワナカム。タミルの挨拶はワナカム、ワナカム。日本語を話すタミル人。日本語を話すタミル人。これ私はチェンナイについて話します。そうですか、面白いです。一番目はアリエルアンナ動物園です。この動物園はバンダルルールにあります。これはインドに最初の公開動物園です。ここに1500スピーシースと46絶滅危惧スピーシースがいます。次は商店街です。食べ物、宝石、プレゼントと服は様々な値段で売っています。アンナセンティナリ図書館は南アジアで一番大きな図書館です。1階にブレイリセクションと8階に古い歴史を持つタミル人について伝えるオーレチュアリがあります。ギンディ国内公園は森と湖があります。蛇から毒を取ることは実演されています。それはとっても面白いですよ。カラクシェトラやダクシンチトラなどで南インドの文化を体験できます。チェンナイの伝統的な踊りはバラダナティアムです。そうですか。ワクワクしますね。必ず体験したいと思います。チェンナイにぜひ行きたいです。また近いうちに会いましょう。じゃあね。じゃあね。